はい、じゃあスキル2のカブとグーフィーで30分いきますね。じゃあ色なしで54とコインいきます。レディーゴー。あ、下行きたい。よし、ボムは割っといて、フィーバー5、惜しいな、もうちょっと消えてほしいね。28、よいしょ。4000くらいいけたらって思ったけど、ちょっと厳しいか。30。やべえ、いない。スキル溜まった。31。この消え方は毎回してくれたらな。グーフィーと結婚するんだけどな。あ、うわ、もったいない。でも3600か。27、あ、少なくてこれ？まあ、タイムボムは、そこそこ出てたと思うんだけど。カブトグーフィーでしたっけ？ボムキャン効果ね、ないですね。やべえ、最初の入り超ミスった。何秒使ってるこれ。じょー。32。やべえ、ボーンをここで、あーっとか、なんか、よし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 。25、ちゃんと振ってきてからだね。天井の高いキャラって少ないんですね。いや、少なくないぞ。割といると思うよ。半々くらいかもね。
たまれ。よし。3300。おっと、さっきよりスキル1回多く使えたかなこの感じだと297、まあ、特別多いわけじゃないね。でも多かったら、うん、4500とか乗りそうだよね。ちゃんとフィーバー合わせて、地味に入れないのかな。あ、登録ありがとうございます。入れ。よし、29でピッタシ。繰り越し、いない。4。初心者でよくわからないんですが、ジャスミンチャームで強いですか。チャームのツムなので、とりあえず使いやすいツムですね。ただ性能的にはそんなに強くないかな。消去数ランダム消去なんで、まあ繰り越しスキルが回るんですけど、ある程度、まあ消去量がねやっぱ少ないので、固定消去でもちょっとコイン稼ぎは物足りないかも。お、ダイツもいる。28。あー、こっからスキルたまんなくない？たまるくない？たまったー。危なかった今。もう一回桜っぽ。よっしゃー、お使い。あ、4500いかんかったか。あ、ルカさんこんばんは。初めて、ありがとう。やばい、7チェーンが見つからない。いた。あー、あのメーターで9チェーンつなぎたかったね。もうロングチェーン見るとつなぎたい欲が出ちゃう。来た。これちょっと長くつなぎすぎだ。これは待つかな。あ、待ってない。やばい、このままだと3500もいかないかも。
ほい。こう、こう来てのほいっと。おっと、取れた。初見さんいらっしゃい、こんばんは。今、このカブトグーフィーで30分コイン稼いで効率を検証中です。おたたた、スキル2ですね、これ。スキル2でやってます。お？いいね。自分あまりパズル得意じゃ？待って。これはフィーバー5。ちゃんと合わせて。29、ナイス。コンサートミッキー、エルサラ、どっちのスキル上げた方がいいですかね。まあ、その2択だったらエルサラかな。まあ、コンビがあんま強くないっていうのが理由です。エルサラもそんなだけどね。言うても。コイン稼ぎとか見たら。スコアはそれなりに出るんだけど。アナキンのスキル4のノーアイテムコイン稼ぎをしてるんですけど、5、4使った方が効率いいと思いますか？自分でやってみればよろしい。その5、4使った時と、ノーアイテムの時で、その、稼げたコイン数でアイテム分引いて計算すれば、どっちが利益出るかわかるでしょう。いやー。やべえ、ちょっと。まあ、いつも消しすぎたな、今。はい。もしかしたらね、5、4使ってる方が、やっぱ、種類少なくてスキル、あ、まあ、いつもたくさん削るから、それでスキルが回って効率良くなるかもしれないし、ならないかもしれないので、結局自分がやってみないと、どっちかわかんないよね。キューチェーン、ほいほい、キス、ナイスムーン、オラー、ノー、足りない。これはここ、29消せ。あー、足んない。おっ、待って、ここ、とスキル 3？ スキル3アナキン、スキル3マレドラ、どっち立てるべきですか？僕だったらアナキン。あ、やべ、今待てばよかったかな。おーな、あー、なんでー繋がんなかったの。3500、よいしょ、700、4000、よし、回答ありがとうございます。試してみます。そうだね、多分僕に聞いても答えは出ないと思う。それはこれサブアカです。あれ言ったっけ、まだ15分残ってない。ブーシシシさん、こんばんは。あ、届かない。どっか7チェーンできる場所ない。この最初のスキル発動遅いのすごいもどかしい。スキル発動じゃない、フィーバー入りか。これはちょっと繰り越しちゃう。カブトグフィスカーの縦バージョンみたいな感じ。
使って結構消し方に補正かかってるからデカツム範囲に入ること、あれ補正かかってるってよりかはあのハイエナが通った場所が消去範囲になるので隙間が空くんですよ。なんかハイエナだっけ、あハイエナだよね、あれハイエナが3匹横通るでしょ、あれが消去範囲なので微妙に隙間空いてるんですよあれって。この消し方はまあトリトンの方が似てるかな。ほいほいほい、23しか消えなかったな。29、ここ大ツムいるから多分29消えるでしょう。OK、あ、今届いたんだ。ボーム、ボム。ちょっと反応遅かったな。30。タイム来い。あー、来ないか。5秒。やべえ、溜まるかな。溜める。ここ。29消して。あー、はは。間に合わんかったか。ちょっと少なかったね。ほいっと。カブト、おっ、ボムが割れない。チョコボール、チョコボール最近食べてないな。お、これそこそこいくか。なんか毎粒めっちゃ降ってきてるね。降ってこんくなった。ちょ、水ろ、なんだこりゃ。さっきの待てばよかったな。ナイスナノチェーン。2000、ここで2000か。ほい、ナイス。タイム出して、ここ、ナイス。おお、31。お、これ結構いきそうだな。3消して、次のスキルを早く貯めたい。サブツも消して、いない、いなかったらもうロングチェーンのボム作ってフィーバーイン。はい、あ、足んね。あ、どっちも消えちゃった。あー、もっいない、今のグーフィーの大ツム。あはは、いやー、すげえもったいないことした。さあ、あと10分。初見さん、いらっしゃい。つむつむ以外にゲームはほぼしてないですね。パズル&ドラゴンズぐらい。
パズル&ドラゴンズもほぼしてないけど。ほいほい。こっつなぐ。このさ、ブライドラプンツール超見づらい。っていうか、あの幅取りすぎなんだよ。痩せろ。なんかさ、すごい密。ディスタンスしろ、ディスタンス。圧迫感がすごいね。なんかこのツムたち、今回のツムたち圧迫感やばい。これスキル2ですね。2でやってます。オッケー。あー、足んない。右側。あの大ズム2つとも、お、消えるん。どっちか残ってほしかったんだけどね。タイムボム狙えるから。ブロッコリーさん、こんばんは。ここで、ほい。ちょっとスキルの周りがいまいちかな。ナイス。おー、こんなごちゃごちゃしてるのになんかいいところ消えてくんない。いない。3000。わあ、3000前半。これ少なかったかな。あと、消去力基本的に少なかったね。258は少ない。1体だけ30ぐらい少なかったよ。どこ？あ、通らんか、ここ。うわー、最初のフィーバーハイ10秒かかってんじゃん。マジでもったいないこれ。見づらいピノキオと。なんかさっきから見づらい組み合わせしか来てないんだけど。よいしょ。はい。ウルフさん、こんばんは。やばい、全然反応できないもん。いや、ピノキオとグーフィーがまずいな、これ。2000、うわ、3000ちょっとだとね、54ない方がいいな、これ。あはは、やっば。しかもまた少ないじゃん。2回連続で少ないのはやめてほしいな。これまともな記録出ないぞ。まだ1回も毎ツム多い回来てないから、こんだけプレイして。
あ、これ多いかな。まともなの来いよ。いける、ほい。2個繰り越し。こっち、はいはい。初見さんいらっしゃい。ヒールを貯めたい。はい。どこ？どこ？はい、26、こっち。やばい、このままだとかなり微妙な記録になるなこれ。13秒。あ、3000。次ラストかな。いやー、これでも多くないのか。さあ11回目かな。29分。なんか嫌な予感すんな。なんか嫌な予感すんの。あー、来た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 。あー、スキル使う。危ねえ、降ってきた。あー、いない。いない。よっしゃ、最後。
3600。ほぼ30分ぴったしかな。はい、はい、ということでスキル2のカブとグーフィーやってみましたけど、3万6000ぐらいかな。3万枚から始まったもんね。多分ちょっとね、途中マイツムが少なくてどうかなって感じだけど、あ、でも2倍とか来てたんかな。そんないかないか。だって11プレイでしょ。ガジェットが54で平均3700。いや、3700もいってないもんね。これより下か。うん、下になるな。違うわ、2万6000か。普通に計算ミスったわ。2万6000くらいかな。27561か。でもスキル2でそんな変わんないのか。もうちょっと消去量が安定すれば、多分3万がジェットより上になるのかな。うん。